とか一番最後にやった FF って13だな。13面白かったな。ボン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 。ほわー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 。俺ね、スノーが好きじゃねえの、あいつ。きめえ、なんか。俺はさ、もちろんさ、誰が一番好き？サッズじゃん、もうみんな。全人類がサッズが主人公にしてほしいっていうのを思ってんのね。もう他のキャラクター全消して、主人公とサッズだけにしてほしい。マジで。ライトニングとサッズだけでいいんだよね。あとファング。あの、獣系ファングはいいよ。あいつなんかね、男勝りでかっけえじゃん。バニラとスノーがいらねえんだよ、なんか。性をなんか意識させないでほしい。ファイナルファンタジーで。かくいう俺も女主人公のゲームはやらないっていう心情があるんだけど、13だけは良かった。で、先行が良かった。先行流そう。一旦。あの曲マジで良くない？ボン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 ずっと流しとく今日。ルルルペイに次ぐ神曲。これマジで世界一の曲。本当に。ねえ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 。おい、おい、FF13 のサントラ買ってそこになるぞ。そしたら、ゲームをやってるっていうことにもなる。どう？絶対売ってるから。で、売ってねえんだ！気が利かねえ！ラーラー。ラー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 。おいおいおい！俺サッズの声優も好きなんだよな。おいおい！見てるやつ。綺麗。ホープ。ホープ、バニラ、サッズ、スノー。ライトニング、あと誰かいたな。バニラ、サッズ、スノーの元カノ、スノー。こいつ、13-2で、あ、ファングか。出てくるよね、多分ね。楽しそう。あ、このシーン覚えてる！このシーン覚えてる！ライトニングマジで人気だったよな。いや、これファイナルファンタジー10みたいに作ってほしかったな。ベタベタのストーリーもので。もう分かりやすくさ、もういいんだ批判されても、分かりやすーく作ってほしかった。なあ、おい、泣いていいか？なあ。おい、涙が出そうだよ。取られちゃったんか？なあ。ふざけんなよ。日本語はサポートされてませんじゃねえよ。日本のお前ゲームだろうが。下を見ろ？ちょっと見てみていい？ね、この妹の名前なんだっけ？ライトニングの。セラだ！セラ。誰この美女？もうレフトニングでしょ？ライトニングと。誰お前、誰このユータみたいなやつ。え、これ鈴木ユータじゃないの？
ね、曲神じゃない？何この神曲。まあ、天通的な立ち位置なのかな。うわ、このてかさ、今のさ、何絵っていうっけ、このファイナルファンタジー、歴代のファイナルファンタジーずっと手掛けてる人のあの絵、あれやばい、たまんねえな。古典とかやってるよね。富樫古典も見に行こう。天の絵、天の絵。で、日本語サポートされてねえんだよ！あ、よかった。なんでこれ一回 DV 方式やるの？やめてくれよ。賛否両論を見てみましょうか。クラッシュしまう。FF10 好きなので、これも2周しましたが、これと15だけはおすすめできないよ。ライトニングリターンズへの、ね、ちょっと待って、ライトニングリターンズ俺見たいんだけど、ちょっと一回見ていい？見させてもらうことできるか。クラッシュして、まともに遊べない。マジでクソ。なんで？ちょっとライトニングリターンズ見ていい？鑑賞。完全証券。え、ないじゃん。安っ！ほぼタダ！みんな、タダです、これ。タダと言っても語弊はありません。え、なんかカクカクじゃない？あれ？なんかカクカクじゃない？あ、でも綺麗だ。ムービーじゃなくてプレイ。いや、ライトニングっすけどな。え、なんかやだ。え、ちょっと待って、なんか、サングラスかけてね。やだ、上原が、海外に行って、あんなコテコテの関西人が、ね、フォークボール、まっすぐって言ってたのに、ファストボール、スプリットって、翌日から言い始めたの。こいつ、売れてサングラスかけ始めたぞ。ホープ誰こいつ、セラな、ちょっとなんか変なギャルを出てきた。ね、これさ、ね、これスノーじゃねえよな。ね、スノーがグレた。ね、これスノー、これスノー、ね、え、東京に出てグレた。え、これ倉本秀則じゃないのこれ。あ、倉本か。なるほどね。はい、バニラ来た。バニラじゃない。ファング来た。やっぱファングだけだな。信用できるのは。都会に出ても変わらんわ、こいつは。はい、神。頭に火をかかってるからな、こいつは。おいおい。知らないやつ。こいつ、132に出てきてない。モーグル。セラ。あれ？バニラは？俺こいつ好きになれねえ。ねえ、俺スノーが好きになれねえよ。できねえ。こんなん、やだ俺。なんかこんな格好つけて髪の毛染めてるやつ。見ろよ。切ってくれ。戦闘の邪魔だろ。なあ。戦闘の邪魔じゃん。あら、なんかすごくいいじゃん。え、待って、後ろに流れてる曲先行だ。ほら、
渦、これ渦が作ってるでしょ曲、むちゃくちゃかっこいいじゃん。いやこれ渦が作ってるわ。素晴らしい。でここで我らがファイナルファンタジー15を見てみよう。なんかすごいノスタルジーに浸っちゃう。これだ。The four of us around a campfire. How long's it been?俺まずこいつが嫌い。じゃ俺ねここでいろいろ想起させたの。ファイナルファンタジー10のファイナルファンタジー10のさザナルカンドのさあのシーンを想起させたのね。なんかやっちょなんかキャラクターが好きじゃなかったんだよね。キャラクターがもう好きじゃなかったんだよ。なんでだろう。これもう解雇中になっちゃったんだよ多分な。でファイナルファンタジーってさクラウドみたいな、まあ、クラウドみたいなやついるじゃん。でやっぱサッツとかバレットがいてなんかバランスを取ってたけど全員クラウドだとニキビできそうなの。こいつらと一緒に泊まったらニキビできそうじゃない。朝はさおい、ちょっと待ってくれ、髪の毛セットしなきゃいけねえからよ。同じ布団で寝たくない。バレットだったら腕枕してもらいたいじゃん。全員クラウドなんだよな。かっけえジジイがいなくない？やればおもろいんだろうけどな。ドラクエってさ、いつまでもドラゴンクエストじゃん。なんか FF っぽくなかったんだよな、見た目が。もっとサッツみたいなやつがいないと、おじさんは。シナリオとキャラ以外が面白い。シナリオとキャラ面白くなかったらできねえじゃねえかよ。ファイナルファンタジー16も作ってんのかな？ PV 出た？ちょ、PV 見よう、PV 見よう。クソおもろそうなんだけど。ねえ。めちゃくちゃおもろそう。主人公。100点。こういうのでいいんだよ。この力は人の身にはあまり。楽しそう。神の力は強大だ。わずかに行使するだけで体を蝕んでいく。そして召喚獣と呼ばれる存在。人ならざる者になってしまう。それが我らドミナント。もうおもろそう。また戦が始まるのね。いいジジイ、まず一人。いや楽しそう。何これ、楽しそう。戦闘のシステム楽しそう。これムービーかな。いやいや、めちゃくちゃおもろそうじゃん。やつを止めなければさらなる混沌が訪れるだろう。だからドミナントを抑え、力を持つ者を集め、マザークリスタルの元に。すげえな、スーファミからしたら考えられねえな。これもマスコンバット、あれしよう、マスコンバットとしてやらせよう。デレデレデンデレデンデレデレデレデンデレデッデー。
ンド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 ン。ねクソ芝。バハムートオーディーン。往年のフェニック、往年のなんかこういう神獣みたいな全部出るの。タイタン、イフリート、ハテナハテナハテナ、ただの親父、ただの神獣からただの親父まで。いやいや楽しそうじゃん。目覚めよ因果の子。主人公の目覚めよイフリー。楽しそうじゃん。2023年の8月17日です。おそらく。そういうことでしょう。ハマウズが言ってるんでしょう。この日だよーって。皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー16のプロデューサーの麻生太郎です。プロジェクトの初期からかなり時間が空くことになってしまいましたが、ようやくトレーラーの第2弾がドミナンスを公開することができました。マスターアップに向け、奮戦を続けている開発チームには非常に感謝をしております。これまであまりゲームシステム面には触れてきませんでしたが、今回少しずつではありますが、ゲームプレイが垣間見えるものになったのではないかと私は思っています。主人公のクライムの本格的なバトルアクション。召喚獣の能力と思わしきその技の豊富さ、そして何よりも超巨大召喚獣同士の激突など多くのアクションシーンがプレイアブルになっています。だってタカイまで来てんじゃねえかよ。タカイってあれだよね、あの左ピッチャーのヤクルトのタカイだよね。えぐ、ダルビッシュが憧れた俺の2個目の高い雄平だよね。その吉田ってやつはひろゆきと仲がいい。なんでそんな情報知ってんの。吉田ってやつ、吉田さんって言え。お前おもろそうなの作ってんだからよ。それがヨッシーって言え。